メアカンケは、北海道東部にある、アカンカルデラの南西部にある八つの火山で、構成される、清掃火山群の総称。手法は、ポンマチネシリ。日本百名山に選定されている。釧路市とアショロ町にまたがっているだけではなく、振興局もまたいでそびえている。国土地理委員による、正式名称はメアカンケだが、深田久也の百名山をはじめ一般にアカンケと、言うと、 このメアカン岳を指すことが多い。古くはアイヌ語で町ネシリメアカン岳はポンマチネシリやアカン富士など八つの火山で構成される。ポンマチネシリは標高1499メートルのメアカン岳の手法で、このポンマチネシリ河口と北東側の中町ネシリ河口では活発な火山活動が続いている。登山家の深田久屋が訪れた1959年や、 最近では1998年に小規模な噴火を起こし、周辺では荒廃が観測され、登山の禁止と解除が繰り返されている。2006年3月21日に小規模噴火を起こした。頂上には1972年に落雷のため登山中に死亡した、小学生を痛む石碑が立っている。アカンカルデラとメアカンだけの地形と位置関係。中央には、 おアカンだけあか周辺にはこれらの火山から流れ出た溶岩が周辺の川をせき止めて作った湖が点在していて、マリモで有名なアカン湖はおアカンだの麓にあるが多数の遊覧船が湖面を埋め、湖畔の温泉街とともに観光地化されている。おアカンだ周辺にはペンケ島とパンケ島という湖もあり、アクセスの悪さから観光開発がされず、 原始的な雰囲気を残している。メアカンだけのふもとには、静かな原生林に囲まれたメアカン温泉と、かつて彦と呼ばれた温ン島がある。アカウン周辺は、過去に巨大カルデラ噴火があったと考えられ、その結果、アカン湖が形成されたとも言われているが、まだ詳細はわかっていない。加工加工艇の青沼手法のポンマチネシリ加工及び、北東側の中マチネシリ加工では、 噴気活動が見られる。本町根尻河口の噴火口の底には、雨水の溜まった小さな沼が存在する。昔は赤沼、青沼、小赤沼と三つの沼があったが、80年代後半から火山活動の活発化による地熱の上昇によって、小赤沼は干上がってしまい、現在見られるのは赤沼と青沼だけである。気象庁の常時観測火山で、 火山性微動や噴火に伴う空気の振動等を観測するための地震計やソラー神経が設置されている。2006年12月16日には噴火警戒レベルが導入された。約1万3000年前から火山活動が始まり、以後3000から4000年の間隔で3期にわたって火災流の流出などが起きた。西山、北山、ポンマ町ネシリなどは、 約3000から7000年前の火山活動で、主に溶岩によって形成された。また、阿寒富士は、約1000から2500年前の火山活動により、玄武岩溶岩と高化化細物で形成された。2006年の小規模噴火後の噴気噴火活動は、主に本ネシリ加工及び中ネシリ加工で行われていて、しばしば噴火が見られるなど活発な活動が知られているが、 メア館だけが見える範囲に住民が入植した1900年代初頭以前の活動は知られていない。火山の周辺は無人地帯で集落等は存在せず、国道と道々、わずかな宿泊施設が点在するのみであり、かなり大規模な噴火が生じない限り、直接的な被害は生じないものと考えられている。有史以降の噴火は、 水蒸気爆発マグマ水蒸気爆発による噴火である。山毒は樹林帯で、エゾ松、赤エゾ松、岳カンバなど北海道の原生林によく見られる樹種が多い。標高900メートル近くまで上がると、ハイの林となり、長房も開けてくる。さらに、標高1100メートルを超えると、高山植物体となる。この山で見られる高山植物のうち、 メアカンキンバイとメアカンフスマの2種にこの山の名前が付けられている。最初に発見されたのがこの山で、現在でも多数がこの山で見られるが、この山の固有種ではない。標高1200メートル以上では大部分は火山性のされ基地で、ところどころに高山植物が群生している。以前は登山道の近くでも、高山植物の女王と呼ばれる小松が多数生えて、いたが、 登山者の洞窟によってすっかり少なくなってしまった。中腹の廃松帯では秋には松茸が生えるが、メアカンだけはアカンマシュー国立公園の中にあるため採取は禁止されている。登山道は、オンネ島国設や営場からのオンネ島コースや、メアカン温泉からのメアカン温泉コース、アカン湖温泉西側からのアカン湖畔コースなどがある。河口から噴煙を上げ、 火山活動の影響で、草木が生えないメアカンだけの姿を見た、アイヌ民族は、山同士の争いに巻き込まれて、槍で疲れ、傷口から脳を流していると解釈し、様々な伝説を作り上げてきた。以下はその例である。ありがとうございます。